コムは DNA が提供していたスマートフォン PC 向けのインターネット電話アプリである。2015年4月21日15時にサービスを終了し2年半の歴史に幕を下ろした。2012年10月23日にスマートフォン向けに日本など204カ国での提供を開始。競合他社の無料通話、インスタントメッセージングアプリでは 通話品質に対する不満が多いとの判断から、高音質な通話機能に注力したアプリとして、若手社員によって開発された。匿名でクローズドなコミュニケーションを行うラインや、スカイプ、実名でオープンなコミュニケーションを図る Facebook との差別化を強みとしている。なお、コムの配信開始直後には、10億円規模のプロモーションが行われている。2013年には、 4月5日に最大300人までが参加できる新機能グループプロフィールを Android 版に実装。4月30日には Windows 7 Mac OS 10 l イオン以降に対応するパソコン版の提供が開始された。さらに5月29日にはトークをしながら複数人でゲームをプレイするトークゲーム機能が追加された。なお、App Store ではアプリ紹介のタイトルが大富豪。 マージャン、ポーカーがトーク画面で楽しめるコムとしてスクリーンショット画面などでもゲーム機能を重視した紹介となっている。アプリ配信当初の利用規約にはユーザー間でやり取りされる情報を同社が利用ないし第三者に提供するように受け取れる情報があり波紋を読んだ。同社は誤解を招く表現があったとして翌日に改定。いわゆる 出会い系などの目的で利用されることを防止する目的であったが拡大解釈が可能な内容になっていたと釈明している。2012年11月14日に DNA が開催した CM 発表会では当初の想定を超えるユーザーに利用されていると発表。クロスマーケティングによる無料通話アプリの満足度調査ではバイバーを抑えてコムが第一位であることがアピールされた。 同年10月23日に App Store で10月31日に Google Play で無料アプリのダウンロードランキング1位を獲得したため2013年半ばを想定していた利用ユーザー数百零零零人の当初目標を年内の達成へと繰り上げた。しかし翌年1月10日の発表では 目標の半分である500万ユーザー数に止まり、MM 総研が2013年3月に実施した調査でも利用率は4.3%であり、コムがヒットしたとは言い難い状況とされる。2013年6月26日に日経ビジネスが DNA はコムの運営体制を大幅に縮小し、ユーザー獲得のための積極的なプロモーションもやめる方針であると報じた。 2015年2月27日に公式サイト上で2015年4月21日午後3時をもってサービスを終了すると公表された。2015年4月21日15時、コムはサービスを終了した。ニックネームやサービス固有の ID を使用せず、実名での利用を前提として設計されており、ユーザーは家族や親しい友人など連絡を取りたい相手を実名で検索し、 友達リストに追加することによってコミュニケーションを楽しむことができる。ありがとうございます。